ナランチャは町で襲ってきた敵を倒した後、ブチャラティたちのいる隠れ家に戻ってきた。どうやら敵は暗殺の訓練も受けている組織の追手だった。ブチャラティたちはこれからどうするかを仲間たちと相談していた。ブチャラティ、俺はもうこの隠れ家はやばいと思う。すぐここを出るべきだぜ。だがどうやって移動する？娘を連れて移動すればするほど危険は大きくなるんだ。僕はボスからの連絡があるまでここを動くべきではないと思います。賢明なボスならきっと何か逃げる方法を指示してくれるはずです。下っ端のお前の意見なんぞ誰も聞いちゃいねえぞ、ジョルノ。ブチャルティ、ボスから通信が入ったようだぜ。指令送信。ポンペイの遺跡に行け。そこの犬の床絵のところにキーが置いてある。それを見つけろ。そのキーは私のところまで娘を安全に連れてこれる乗り物のキーだ。君たちが取りに行かなくてはならない。命を懸けてキーを手に入れろ。フーゴ、アバッキオ、ジョルノ、3人でポンペイに行き、キーを手に入れてくれ。確か犬の絵はこの先100メートルぐらいのところだ。ん？こんな場所に鏡なんて何か奇妙だ。これはジョルノ、アバッキオ、気をつけろ、後ろに敵がいる。え？いない。誰もどこにもいませんか？いたんだ。確かに。まずい、奴が近づいてきた。攻撃されるぞ。二人とも鏡から離れるんだ。離れろ。なんだと。ジョルノ、アバッキオ、何をしたんだ。どこだ。多分お前らはここに何かを探しに来たということは予想できるんだ。では何を取りに来たのか。お前は教えてもらおうか、フーゴ。もし答えないのならばこの場で死ね。守るために必要な何かを取りに来た。だな。遅い。ここ。何を取りに来たのか。それは俺がもらう、フーガ。ここだ。何を取りに来たのか。それは俺がもらう、フーガ。
遅い。ここだ。お前らはここに娘を守るために必要な何かを取りに来た。だな。ここだ。娘を守るために必要な何かを取りに遅い。僕のスタンドパープルヘイズだけは鏡の中に。まさか貴様の能力は。さすが気づくのが早いな。貴様が許可したものだけを鏡の中に引きずり込む能力なのか。消えたのはアバッキョたちじゃない。ここは鏡の中。引きずり込まれたのは僕の方だ。お前がいるのは鏡の中。そしてその鏡の中が表の世界。ここだ。何を取りに来たのか。それは俺がもらう。フーガ。お前らはここに娘を守るために必要な何かを取りに来た。だな。ここだ。僕のスタンドパープルヘイズだけは鏡の中に。まさか貴様の能力は。さすが気づくのが早いな。貴様が許可したものだけを鏡の中に引きずり込む能力なのか。消えたのはアバッキョたちじゃない。遅い。ここは鏡の中。引きずり込まれたのは。ここお前がいるのは鏡の中。そしてその鏡の中が表の世界。